食事の配食方法は居住スペースと専用スペースによって異なります。食器は使い捨て容器またはラップをしたものを使用し、健康な人は配食カウンターに並んで個別に食事を受け取ります。この時もソーシャルディスタンスを保って並ぶようにしてください。食事はそれぞれの居住スペースで行い、食べ終わった食器は配食カウンターに返却。その際に食器に巻いたラップをゴミ箱に捨てるようにします。発熱や体調不良のある方の食事は配食スタッフが専用スペース入り口まで運び、 PPE を装着した専用スペースのスタッフが避難者に配食します。食後はスタッフが食器を回収し、残飯やラップを感染性廃棄物用のゴミ箱に捨てるようにします。